はい、こんにちは、しよしのお時間です。よろしくお願いします。お願いします。はい、食材がたくさん並んでいます。ね、いっぱい並んでる。怖ーい。あ、え、おなんで集合体恐怖症。そんなに集合しないけど。カキピー怖い。カキピー怖いか。来てないでしょ。というわけでですね、はい、本日は、うん、私たちの好きなものと、うん、ちょっと苦手なものがね、はいはい、こちらに並んでいるそうです。はい、私もちょっとわからないので、うん、それを当てていくそうなんですけど、はい、まあ、スタッフさんが用意してくれたダミーもあるそうです、うん、そうですね。だからお互い何を用意してもらったかもしれないし、うん、ゼロから当てていきます。はいはい。この中に好きなものはありますか？あります。たくさんありますか？結構食べるな、私。あ、そうなんだ。うん、でも、うん、まあその中でワースト1位とトップ、うん、はい、を当てるってことですよね。はい、そうです。難しくない？そうね、結構ね、数あるのよ。え、これ苦手なの1個決めるんじゃなくて両方当てるのっていうことじゃない？頑張りましょう。じゃあ頑張りましょう。ちょっと異質なのあるんだよな。どれ？全部異質なのよ。確かに。確かに。これやばくない？怖い。なかなか見ないんだよね、この状態の。グロい。そう、あんま見せないっていう。はい、じゃあ早速。はい、どうやって決めていく？まず食べてく？じゃあ指定しましょうか、お互いに食べてほしいもの。いいですね。みたいな。あ、こんな感じだ。あわあわあわ。知らないそんな番組。え、嘘でしょ、なんで？これ、主女子のオリジナル企画。あ、そっかそっか、ごめんなさい。オリジナル企画で。そっかそっか。画期的！初めて出た！すごい、画期的。焦る。焦る。じゃあ、まやながさんには、まず、うふ？ダークマター。何ダークマター？これ？これね、オッケーです、うん、はい、じゃあリリさんには、うん、トマト言ってもらいましょう。あー、はい、いいですよ。なるほどね。はいはい。それでは、はい、ちょっと待ってくださいね。実食。ダメだろ。ダメだろ。いただきます。いただきます。いいよ、食べて。いいよ、いいの、うん、ダークマター行くよ。いけ、こいこい。え、だってでかくない？走るしかないよね。あ、どうでしょう。うん、うまいね。おー、うん、すごい匂い。どうぞ。あ、いただきます。いただきます。ダメな人のキュッてなり方じゃん。うんふん、トマト大好き。嘘くさいのなんだろう。おいしい。おいしいね。ちょっと口つけたから僕食べる。うん、あー、なるほどね。うんうん、分かった。日本の、うん、じゃあ次、一旦ちょっとさっぱりするために、はい、葉っぱ。うん、これ何の葉っぱか私分かんないですけど、なんか葉っぱです。これ何の葉っぱですか？セロリ。あー、いよいよ分かった。栽培キットでけえのどうした？え、大きいの嫌なんですか？あ、大丈夫大丈夫。なんか割と量取っちゃったなと思って。いやいや、でもそれくらい食べますよね、好きだったら。ちょっとそうだよ、全然食べれるかも。はいはい。メリちゃんどうしようかな、じゃあ。逆にダークマター。あー、うん、いいですよ、食べてほしい。見た目はあれだけどね。そうそう、味美味しいから。味は美味しいんですよね、これ。じゃあどうぞ。私からセロリいただきます。食べれないよ、もう一回。おいしい、おいしい、おいしい、うん。どんな味ですか？ね、どんな味ですか？だから、くくがくを。ああ、つらいですね。うん、辛いですね。くき、うん、が硬くてつらいんです。おいしい、全然。食べる、ちょっと。私の目を見ていってください。おいしい、本当に。うん。好き好き。なるほどね。じゃあ、いただきます。めっちゃめっちゃいいよ。いや、結構いかないの。おいしい。うん、うん、これこれ。これこれ。これこれ。うん、小食なの。ね、いっぱい食べちゃったから、さっきまで。なるほどね、わかりました。わかりました。ちょっともりもり冷えている。はいはい。はい、じゃあ続いてどうしましょう。うん、なんか、よくわかんないんだよね、この、これ。ナッツ？ナッツ。うん。よくわかんないんだよね、なんか。うん。おつまみで置いてはあるけど、好き嫌いでいくと出てくるものかなって。そうね、うん、うん、
ちょっとだから1個確かに歌いたい。はい、じゃあリリちゃんは、うん、さっき柔らかかったんでこちら出たルーベラだ。ルーベラいただきます。おうおう、うん、どうですか。うんうん、おうおう、ええやつ。まあそんくらいの感じか。そう、了解です。おいしい。はい、これ懐かしのルーベラ。はい、ルーベラ割って食べる派、まあ、味噌煮の後、うん、ルーベラ、うん、いかせるよ。お口直しするじゃんね。うまい。ルーベラ大好き。聞いて聞いてね、聞いて。で、トマト。うん、オッケー。ガキピ行こうか。うん、ありがとうございます。はい、そのまま行く人普段から。何を？トマト。トマト、まあまあ、でもアレンジ、なんだろう、切ってサラダにしたり。おー、どうする。いただきます。なるほど。全部そんなに美味しくなさそうに。なんで？嘘。全部なんか普通。私あれでご飯美味しそうに食べるねってよく言われるのが。全部波に見える。あ、そう、波か。そう。じゃあかけていただく。うん。かけていい。まあだろうな。残ってるのがなんかやばいんだよ。そうね、なんかガッツリしてるね。いろんな意味でガッツリしてるよね。うん。あ、じゃあルーベラ食べてないよね。あ、私食べてないね。あ、じゃあこれちょっと。あ、半分ある。半分あるね。じゃあ半分ちょうだい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ何食べる？一通り結構食べましたよ。ネギトロある。あー。ネギトロ食べようか。あー。いや、いやじゃん。あの全部微妙ですねって言う割に全部嫌そうだよ。本当に好きなのある？あるある。あ、あるんだ。あるよ。ちょっとルーベラか。リリちゃんの半分。はい。うん、美味しいよね。バター好きじゃん。好きじゃん。ルーベラ味美味しいよ。うん、美味しい。じゃあちょっとネギトロ食べていい？いいですか？パスってある？あ、パスない。うんうん、嫌じゃん、もう。く、醤油とかないですか？醤油ない。あー、素晴らしい、ありがとうございます。なんで醤油ないと嫌なの？いや、え、別により美味しく食べたいな、好きなものは。かけるじゃん。そこそこかけるじゃん。いや、ネギトロ美味しいからね。まあまあね、美味しいけど。うん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 、美味しい。あ、いいよ。あ、そうか、私選んでもらっていい？うーん、ちょっとこれ全部食べたでしょ、こっち。うん、こっち食べた。あ、ネギトロ食べてよ。あ、オッケー。うん、リリちゃんも残った醤油でもらおう。うん、おいしい。じゃあ一緒にホイップ食べようか。あれ、ホイップだけですか？私結構食べてないのいっぱいあるんですよ。嘘、どれ？これも食べてないし、これも食べてないし、これも食べてない。え、じゃあもういっぱい食べさせてよ。私ほとんど食べちゃった。なんでだろう。じゃあナッツ食べよう、まず。どこでバン狂わせる。私がリアクションいっぱい見る。ネギトロいるじゃん。いただきます。硬い。うん、硬い。うん、美味しい。本当？うん、甘いの好き。うん、出せるかな。なんで？なんで？そういう企画だから。ちぎるじゃん。ちぎっていいだろ。私もちぎってたんだけど。いただきます。うん、あ、こんな味なんだ、それ一体。あ、これは候補に味とかね。あ、これ絶対このまま食べるものじゃないですよね、多分。まあでもなんかマヨネーズつけたりとか。あ、それ美味しい、うんうん、そしたら絶対美味しい、うん、しかもセロリってさ、うん、茎じゃない食べるのイメージだけど。いや、あのね、葉っぱじゃない気がする。そうだよね。そう、あの見たらびっくりした。私多分セロリ結構好きな部類のはずなんだけど、うん、え、これだって初めて食べたもん、葉っぱ。だから初めて食べたって言ったんだけど。なるほどね。すごい熱弁されてます。え、おかしいよ、それ。おかしいって。わかりました。はい、うん、ね、じゃあ最後にホイップしたらいいかな。これやるの嫌じゃん。もう嫌じゃん。
単体でしょだって。そうらしい。単体で食べるもの。冷蔵庫から突如出てきた。あじゃあ分かった、セロリにつけるわ。じゃあセロリと食べて。あ私がセロリと一緒に食べる。好きでしょ。いいけどいいけどいいけどよ。いいけど一緒に食べるよじゃあ。一緒にセロリと一緒に。生クリーム食べるよ。いいよ、私好きだもん、両方。大丈夫？両方好きだもん。ほんとに？好きと好きの組み合わせなんて最高じゃん。ケイシュー、はい。あ、パパ。え、大丈夫これ。でも、絵的にも綺麗よ。お、すごい綺麗、コントラスト。はい。あ、絞ってあげるだけだったね。ごめん。初めてこんな、生クリーム絞るの初めて。ギューって、ギューって。持っていこう持っていこう持っていこうどうぞ行こう全然違うよリリちゃんリリちゃん負けちゃうよ負けちゃうリリちゃん食べてダイエットちゃんリリちゃん食べてダイエットとか関係ないから食べよう。そう私今ダイエット中なんですよ。食べ関係ないから食べよう。じゃあいただきます。セロリ生クリーム。でも好きと好きだから美味しい。本当。うん。いただきまーす。乾杯。可愛いねこれ。ほら見て。可愛い。可愛い。ポケモンにいそう。いるねこれ。嫌がってるよ。口が嫌がってる。うん。お。うん。うまい。初めての経験をしたよ。すごい。あ、おいしい。おいしいんだ。うん、めっちゃおいしい。なんこれ。あ、おいしいんだ。そんな顔見えた。死ぬじゃん。もうすぐ死ぬじゃん。全部食べました。全部食べた。うん。カキピー食ってないか。食べてくる。うん。どうぞ食べて。うん、ありがとう。もうダミーだってわかるから。うん。ポリポリしてが。カキピー。うん。カキピー。はい。というわけでね。はい。どれよ。私も絶対分かったんだけど。私も分かった。エリーちゃん。マジ？うん。どっちも分かってる。好きなものも嫌いなものも。じゃあ好きなものから。オッケー。じゃあ宮永さんの好きなものは、はい、じゃん、トマト。おかな。うん、リリちゃんの好きなものは、うん、じゃん、ナッツです。くるみ。あ、せーの、正解です。よく皆無じゃん、みたいと。いや、あのね、知ってんのよ最近これハマってた。そう、収録前だっけ。そう、リリちゃんがこれハマって失敗した。ドラッグストアでこれ買ってるんすよねって言ったの全部知ってっから。いや、もうそうだ、もろ出てきたやんと思って。あ、やっちゃった、ごめんなさい。かわいい。そうだ、好きすぎて話しちゃった。好きすぎて話してくれた。好きだから話したいんだよ。でも私もトマトは前アヒージョ会でご一緒した時に、そうだ、トマト大好きって言ってアヒージョの中で自分のベストを決めようって言った時にトマトって言ったんですよ。言った。で出てきたから、あ、絶対トマト。正解です。もうまるっきり正解です。本当言ってたわ。そうだわ、素晴らしい。お互い過去の経験を生かしての正解ですね、うん、推理力が素晴らしい、はい。嫌いなものは、嫌いなものだったら、え、もうあからさまだったよね。いや、全部好きですよ。え、だから、うん、セロリでしょ。もうドゥルルルとかじゃなくてセロリでしょ、だって絶対セロリじゃん。いやいや、まあまあ、まあまあまあ、でもリリちゃんもダークマター。ダークマター、名前がもう命名されちゃってたし、でも見た目はダークマターだもん、ね、ダークマター。参りました。仲良し、仲良し、仲良し、やった。キュン。いや、分かりやすかったよな。分かりやすかったら、いや、もう本当セロリ食べれないんだって。いや、エロいね。だってさ、私絶対嫌いだろうなって思ってホイップつけさせたもん。
トマトでもよかったんだけど。うん、ありがとう。もう本当はね、言ったの。まずね、セロリ用意された時、マヨネーズありますかって聞いたの。なんで嫌いなの？臭い。えっ？いや、なんか私、あったかいのは大丈夫なんですよ。はいはいはい。冷たいのは？缶詰の状態だけ無理。そもそもなんだ。そもそもは結構、むしろ好きなの。うん、だから余計、うん、サバの味噌煮も好きだから、うん、缶にしなんだみたいな。ちなみに、はいはい、ホイップ超苦手なの。えこれスタッフさんが用意してくれたんだけど、うん、ダミーでね。ダミーでね。一番苦手。嘘、なんで？てか、サバ缶は普通に苦手。嘘超えるなよ。超えてくれんなよ。超えた。嘘じゃん。いや、ダメなんだよね。結構甘ったるい。海外のチョコみたいな、ああいう甘さ大丈夫なんだけど、なんかホイップって独特のもっさり感あるじゃん。あ、そうね、油だしね。そう、そう、油だね、多分それがダメで。へえ。で、なんか2人が両方当てちゃったので、うん、つまんない終わり方になっちゃう気がするんですよ。これって負けた方が飲むんだったんですよ。負けた。で、お互い負けですよ。一緒に乾杯しようか。じゃあお互いつむね。そうそう、リリちゃんの分も。ありがとうございます。ああこれ残りそんなないか、そんないいよ、そんないいよって、そんな、うん、ありがとう。はいはい、あっけるだと思う。そうだね、お互い左利き。そう、お互い左利きやったわ。ねえバカ。えおいおい、じゃあ私こっちでいいですか。あ、いやいやそんなことはないよ、さっきだって負けてるから。乾杯、はい、乾杯。え、かわいい。何それ。罰ゲームって何？そんなかわいくやるの？あーい。ぐい。いい音したわ。おいしい。おいしい。これおいしい。でしょ？飲みやすい。飲みやすい。うん。おすすめ。というわけで、はい。お互い。聞き分け？うん。お互いのことが多分、結構好きだったんだろうね。あ、キュン。そう。そういうことだと思う。観察力でしたね、お互いに。お疲れでございます。ありがとうございます。というわけで、はい、仲良しツインズのツインズになったぜ、私。食わず嫌いよ。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。美味しかったです。美味しかったです。どうも、味噌ラブ。セロリ大好き。